はい、どうも、のりまるです。今回の話は、まあ、よくあるね、まあ、相場の話だとは思うんですけど、まあ、なかなか伝わりづらいというか、まあ、曖昧な表現になりがちというか、そのところがね、まあ、少しでも伝わればいいかなと思います。で、先日ね、LINE のコミュニティでやり取りさせていただいた内容なんですけれども、まあ、エントリーを繰り返してきて、まあ、ずっと勝ってきたんだけども、まあ、ある時、パタパタパタっと5連敗ぐらいした。まあ、その時に、まあ、連絡をもらったんですよね。で、まあ、どうでしょうか。今の僕のやり方合ってるんでしょうか。間違ってるんでしょうか。まあ、自分の答えは、一つで、その答えは、そのやり方は合ってるから、そのままやりましょうということだけなんですよね。実際に、まあ5連敗も6連敗もすると、まあ単純に金額的にも、まあ1回の負けが例えば10ピプスだったとしても、50ピプス、60ピプス、まあ負けてくるわけで、まあロット数をね、大きくしていくと、それなりの金額を、まあ負けてくることになるんですよね。でもまあ自分たちがやってるトレードっていうのは、まあ5回や10回、まあ負けたところで、まあそんなことは気にせずに、まあ10回、20回、30回と、まあ、エントリーしたときにトータルで勝ってればいいという、まあ投資の大前提の考え方をね、元にして、トレードしてるので、そのポジションサイズっていうのも守ってもらってると思いますし、まあ資金管理ですよね。もう重要な、かなり重要な部分の資金管理。まあ手法なんかよりも100倍も、まあ1000倍も重要なね、で、資金管理というものをしっかりとやってもらって、まあ、トレードしてもらってると思ってるので、まあ、それをもとにね、まあ、正しい適正な資金で、まあ、一回のトレードを行っていくと。で、基本的な、まあ、考え方を持って、まあ、エントリーしてもらってる。そのものであれば、まあ、いくら負けたところで、まあ、気にしなくてもいいというのが、まあ、結論です。まあ、結局、投資の類というのはね、まあ、その場限りの勝負っていうのは、一回限りの勝負っていうのは、まあ、ほとんど意味を持たなくて。まあ、これはパチンコソフトと同じですよね。期待値という考え方を持っていくと、まあ、その日その場限りの一回こっきりの勝負っていうのは、まあ、運の良さがかなり強いので、まあ、気にすることもできない。まあ、気にしてもしょうがないもん。ただ同じような考えを持って、まあ、10戦、20戦、30戦、まあ、50戦、100戦としておくと、まあ、結果的にね、まあ、6割、7割の勝率となって、期待値的にね、こういう、まあ、右肩上がりの、まあ、結局、上下にこう、まあ、スランプグラフが振れるんですけども、まあ、じわ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 と、まあ、平均値を取っていけば、まあ、右肩上がりになっていきますよっていうのが、まあ、期待値の考え方で、なっているので、まあ、その負けっていう部分だけを、まあ、ピックアップして、その考え方、根本にある考え方をぶらさないでほしいというのが、まあ、今回の話の趣旨ですね。で、まあ、メールをもらった方なんですけども、その5連敗したことで、まあ、気持ちがブレてきて、まあ、またややくね、他の手法を探しに行きそうになったと。まあ、気持ちはわかるんですよね。よくあるこの聖杯探しっていうんですかね。まあ、とある手法をやり続けて、例えばトレンドラインを引いて、例えばですよね。まあ、そういう、まあ、移動平均線を使って、ここを上にあるところで買っていきましょうと。まあ、これもまあ手法の一つなんですけども、まあ、それだけやってて、まあ、ある時、パタパタパタと負けてしまった。例えばね、まあ、こんな感じで、トレンドライン引いたら、ここでまあ、やられてしまったと。これが、まあ、5回ぐらい続いたと。まあ、そうすると、まあ、この手法って、まあ、信じられなくなるじゃないですか。ね、なんで負けるんだと。俺は正しい投資をやってるのに、まあ、負けるなんておかしいよって。そういうふうに普通の人は思うんですよね。で、そこで何をするかというと、まあ、これとは違う、まあ、他の手法を探し出すんですよ。まあ、例えば、まあ、いろんなインジケーターってあるわけじゃないですか。ね、トレンド系とか、オシレーター系とか、まあ、ボリンジャーバンドとかありますよね。まあ、こんな感じで。じゃあ次はこれを使ってみましょうか。で、ボリンジャーバンドで、このまあシグマ抜けたところから、まあ、こういうところ、まあ、ちょっとオレンジなんで、
まあ、こういうことにしましょうか。もう死体抜けてきたんで、ここから戻るだろうと。まあ、そういうのを見越して、まあ、エントリーしました。でもそれも、まあ何回も、まあ、続けて連敗する、した。そうすると、まあ今度はここの手法も、まあやっぱりダメなんだなって思うわけなんですよね。うん。で、また同じようなことを繰り返して、まあ、違う手法を探しに行くと。もうこれ、まあね、自分のそのコミュニティ内の方は、まあ理解してると思うんですけども、この FX のトレード、手法には、まあ、特に大きな意味はないですよね。うん。まあ、一応そのテクニカルというものを重要視して、で、まあエントリーするので、まあ最終的にはね、まあ何らかのテクニカル手法を使うわけなんですけども、まあそこまで至る過程、その考えに至るまでの、その相場の流れっていうのが何より重要であって、まあその部分で使う手法っていうのは、まあぶっちゃけ何でもいいんですよね。今どっちに向かってんの？まあ相場の力、大きい力っていうのは、まあ、どっちからどっちに向かってんの？上に向かってんだったら、押し目を買ってた方がいいですよね。上に向かってる高値で買うのはやっぱ不利なんで、上に向かってる最中の押し目を買っていくのが有利ですよね。で、そこに、まあ、たまたまね、こういうトレンドラインを合わせてみて、あ、ちょうどトレンドラインに乗ってました。なんで、まあ、この手法を組み合わせて、ここで買って、押し目を買ってきました。そういう考えだったら、まあ、全然問題ないんですけど、ただただその、まあ、手法ありきの考え方っていうのは、まあ、良くないですよってことは、繰り返しお伝えしていることだと思います。なんでね、その手法ありきの考え方でいくと、その俗に言う聖杯探し、勝率100%の攻略法みたいのを、まあ、探し続けることになるわけで。まあ、それイコール、まあ、不毛な勉強なんですよね。うん。これも繰り返しだと思うんですけど、まあ、なぜかというと、ここの、まあ、トレンドラインだったり、まあ、ボリンジャーバンドだったり、まあ、いろんな、このインジケーターと呼ばれるものですよね。まあ、オシレーターとかトレンドとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、これら全てに共通して、今までのその、このチャートの流れ、まあ、この辞表を数値化して、まあ、平均化したり、まあ、増幅率だったりね、まあ、回帰率だったり、まあ、そういったものを平均化して、その数値をもとに、この未来をこう予測してやろうっていうものが、インジケーターの類なんですよね。うん。じゃあ、それが何がいけないのか。もう、ただ一つですね。相場の未来は誰にもわからないっていうことです。で、この、ま、例えばインジケーターの類っていうのは、言ってしまえば、占いみたいなものであって、まあ、今ね、まあ、買いの圧力が高まってて、まあ、トレンド系のインジケーターが、まあ、上を指し示してますよと。じゃあ、まあ、買っていきましょうよと。まあ、それは決して間違いじゃないんですけども、まあ、そういった中で、この、まあ、チャートを作ってる、まあ、ロゾカシーというものは、ここを見ている、すべての人のこの、人間の意思が反映されたものなんですよね。その人間の意思っていうのは、ある一定の場面では、まあ一方向に進んだりとか、ある一定の場面では、まあレンジを作りやすいとか、そういった、もう、まあ究極の法則みたいのもあったりするわけで、まあ、そういった部分で、そのインジケーターの類が機能することはもちろんある。もちろんあるわけなんだけども、それがまあ機能しないことっていうのも、まあ多々あるわけなんですよね。なんで、その、インジケーターだけを、まあ、信じ切ってというか、インジケーターだけを使っていくと、まあ、どうしてもその、不意の動きについていけなくなってしまうんですよね。まあ、なぜなら、この相場の未来は誰にもわかんないっていう原則があって、まあ、自分たちがやってるトレード、まあ、期待値を取って、まあ、相場で勝っていく、FX で勝っていくっていう考え方の根本にあるのは、未来の相場。これ上がっても下がっても、どっちでもいいんですよね。うん、上がっても下がってもどっちでもいい。
ただ、今のこの流れを見ると、まあ、上に行く可能性が高そうな場所。じゃあ買っていきましょう。上に買っていきましょう。こういう場所では下に行く可能性が高そうな場所。まあ、下への意識が傾いていきそうな場所。っていう場合には、売っていきましょうと。もちろん双方の場合で逆に行く可能性っていうのは十分にあるわけで。逆に行ってしまった場合には、まあ、損切りを置くわけなんですよね。ストップを置くわけなんですよね。で、そのストップを置いた場合と、まあ、見込みで取れそうな利益の割合。まあ、これが、まあ、損傷利大になりそうな場所っていうのを選び続けていきましょうよ。単純に確率が高い場所。まあ、五分五分以上の場所っていうのを選んで探し続ける。それが、まあ、最終的にね、FX で期待値を取る。っていう考えにつながっていくわけであって、100%の上昇を目指していくわけではないんですよね。実際に100%の上昇ができるかと言われたら、まあ、それは不可能です。はい。まあ、残念ながら不可能なんですよね。でも、まあ、一般的な人っていうのは、勝つイコール、その100%の勝率で、まあ、つい勘違いしてしまうものであって、まあ、そこはね、まあ、しっかりと理解というか、まあ、やりながら、まあ、こういうもんだなと。期待値っていうものはこういうもんなんだと。負けるのは当たり前なんだけども、その負け方に意味があるんだよと。そういったことをね、まあ、しっかりと考えてもらったらいいかなと思います。で、まあ、例えばそのインジケーターの類でも、まあ、時折、もうそれこそ連敗することがあるんだから、まあ、連勝することもあるわけなんですよね。で、連勝している、場面っていうのは、たまたまその考え方っていうのが、そのロジックに当てはまってる場所であって、それが、こう、まあ、未来永劫使える100%の攻略法みたいな感じで勘違いしない方がいいんですよね。もちろん勝ってるんであ、勝ってるので、考え方も方向性も合ってるわけなんですけども、その考え方だけで、一生勝ち続けるっていうのは、やはりこう難しいんですよね。なぜなら、今、まあ、例えばドル円で言ったら、大きい流れっていうのは、まあ、まあ、ずっと下に向かっていて、まあ、売りの力がかなり強いですよね。まあ、今ちょっとね、ここから反発をして、今どうなのかわかんないっていう場面に来てるんですけども、今、ここに来るまでの過程では、まあ、かなりの、まあ、売り進行、ぐんぐんぐん売られていってる場所で、まあ、こういう売られていってる場所であれば、まあ、単純に、まあ、戻ってきたところで売る。戻ってきたところで売る。まあ、直近の高値を超えずに戻ってきたところで売るっていう戦略を、まあ、常に持っていけば、これかなり簡単に、まあ、利益を出せた場所なんですよね。まあ、単純にまあトレンド、まあ、下落のトレンドを、まあ、戻り売りを狙っていくっていう戦略を持っていくと、まあ、かなり大きい利益を出した場所のはずです。じゃあ、これがね、まあ、未来永劫使えるのかというと、もう今ここで100円っていうラインでね、サポートされてるんですけども、まあ、ここから先はね、また違った考えを持っていかなきゃいけない場所になりそうなんですよね。まあ、今までは単純に、まあ、ただそういう考えでいけばよかったんだけども、まあ、この先は、まあ、ちょっと考え方を変えていけば、いかなきゃいけないと。それを、まあ、臨機応変に考えていくっていうのが、まあ、とても大事なんですよね。で、それっていうのは、今相場がどうなってますよっていうのを、まあ、認識する。よく環境認識なんて言われますけどね。それが、まあ、何より重要であって、まあ、そこに当てはめる手法っていうのは、まあ、ぶっちゃけどうでもいいということ。まあ、何度も言ってますけどね。それが、理解するべき大事なことなんだよということですね。で、まあ、その部分に際して、まあ、今の流れがどうなっているのか、まあ、今後どうなっていく可能性が高いのか、まあ、例えば今だったらね、まあ、中国の経済、衰退だったりとか、まあ、アメリカが利上げするとかしないとかね、まあ、円安進行をするのかしないのか、まあ、いろんなことがその経済の中で叫ばれてるんですけども、おおむねこの大きい流れっていうのは変わらないものなんですよね。まあ、それはさっきも言ったその集団心理っていうものは、もう、かなりのに、多くの人たちが、このチャートを見ていて、その
多くの人たちが作り上げているチャートなので、大きな力っていうのは、なかなかそういう、まあ、誘導の類では、ねじ曲げることができないような、チャートなんですよね。期待感で上昇して、失望感で下落するなんて言われてますけど、そういったものを反映しているのが、このエフェクツのチャートなので、まあ、今、この長期の流れで見た場合で、まあ、その動きっていうのは、なかなか変えることができない。だからこそ、まあ、そこで利益を出すことができる。まあ、そんなことも言い換えられるんですからね。で、まあ、先ほどの話に戻りますけど、まあ、そこで、まあ、よくあるこのインジケーターだったりとか、まあ、数値で管理できる分ですよね。で、そこだけを信じて、こうエントリーしていくと、まあ、どうしてもうまくいかないと。例えば、まあ、著名な経済学者の人が、まあ、投資で失敗したりとか、まあ、東大生がなんとかシステムを組んで、まあ、それを運用して失敗したとか、よくある話なんですよね。この相場で勝つっていうのは、頭の良し悪しとはまた別の次元の話であって、まあ、こうやってチャートはできてるんですよっていうことを理解することがとても大事なんですよね。それは、よくあるその手法等を理解する、まあ、ロジック等を理解することではなくて、このチャートっていうのはそういうふうにできてるんですよと。まあ、相場の未来は誰にもわかんないんですよと。でも、今の流れを踏まえると、まあ、上に行く可能性が高い場所、下に行く場、行く可能性が高い場所っていうのは、まあ、あるんですよと。まあ、そういったところを選び続けていくことで、まあ、勝率五分五分のものっていうのは、ギャンブルになってしまうんだけども、まあ、それを6割とか7割とか、まあ、そのぐらいに上げられることはできるんですよと。ただ、7割に上げたところで、3回は負けるんですよね。10回中3回は負けると。3連敗、4連敗することもあると。そういった時に、根本にある考え方ということをぶらさずに、やる。淡々とこなす。それがまあとても大事だよってことですね。そういった流れを見ていくと、やっぱりね、ああ、100円は今なかなか下げられないんだなって。今この104円っていうラインはドル円の話ですね。なかなか上げてこれないんだな。これまあなんでそうなるのかって言われるとなかなか難しい表現だと思うんですけど、まあ、そういったものっていうのが、まあ、見えてくるんですよね、チャート上から。このローソク足が全てを表してくれてるんですよね。で、そういうものって実際もう数字でズバッと表せれば楽ちんなんですけども、実はその感覚的なものが まあ、結構あると思っていて。まあ、そこもまあ、心理ですよね。人間のこの根底にある心理みたいなもんだと思うんですけどね。それも、まあ、なんとなく見えてくる場所っていうのがあるんですよね。もちろん見えてこない、わかりにくい場所っていうのはあるわけで。わかりにくいところでは、ただただエントリーしなければいい話だって。わかりやすい場所。まあ今で言ったら、まあ、ドル円の100円近辺とか、まあ上は104円近辺とかね。まあそういったところの値動きっていうのは、まあなんとなく変わりやすかったり割れやすかったりするんだよっていうのは、まあ、チャートを見てるとわかるんですよね。まあそんな難しいテクニカルツールを使わなくても、まあそういったところはチャートを見れば分かってくるので、まあそういう部分っていうのは、まあ大切にした方がいいんじゃないのかなというふうには思ってます。でね、まあ本当完璧を求める100%の勝率を求めたい、まあ、それはもう至極当然で当たり前の考えだと思うんですけども、まずもってそれは不可能なことということをまず理解してもらう。で、その100点満点の答えを導き出そうとしないということですね。実際100点満点の答えはないわけで、まあ、相場の未来は誰にも分かんないんでね。で、ここで求める答えっていうのは実際もう、赤点すれすれの30点ぐらいでいいわけなんですよ。最低限の考え方、最低限のその資金管理、最低限の、まあ、ポジションサイズっていうことを守っていきさえすれば、勝率っていうのは五分五分以上に必ずなるんですよね。で、そういうものなんですよ。実際に長年勝ち続けてる人っていうのは同じ考えを持ってやっていますし、まあ、逆の考えを逆のことを言えば
まあ、この考え以外の考え方では、相場で、長く買っていくことは不可能ということを、まあ、しっかりと理解してもらったらいいと思います。はい。まあ、相場はね、まあ、よく、まあ、数学のお偉いさんとか、それこそ頭のいい方たちが、まあ、科学の力とか数学の力で、こう、なんかね、勝とうとする、なんていうことがよく、ニュースになったりするわけなんですけど、でも実際問題、なんかね、ノーベル賞受賞のチームが、そういうことをして破綻したとか、東大生のチームが、まあ、そういうシステムを組んで破産したとか、まあそういうニュースっていうのは、まあ当たり前にあるわけで、まあ、そういうニュースが出てくると、あ、やっぱり、まあ、相場は勝てないんだなと。まあ、そんな風に、まあ、世間一般の人は見るんですよね。あ、やっぱりギャンブルだから、これは勝てないんだなと。いや、違うんですよね。考え方の根本が違うわけで。そういう風に100%、管理された数字のもとでは動かすことができないっていうことだけなんですよね。逆にその100%の勝率を求めようとしなければ、まあ、相場に利益を残すことはできると。それがその期待値というものの根本的な考え方であって、まあ自分たちが重要視するべきはその部分だということですね。で、それは、まあ、奇しくも そのパチンコする等で、まあ、培った期待値という考え方と、まあ、とても酷似しているので、まあ、パチンコすると、経験者というのは、この期待値という考え方、とてもすんなりと、見出していけるんじゃないかなというふうには思います。はい。なんでね、そのきっちりかっちり、まあ、この勝負絶対勝たなきゃいけないとか言うよりもね、もう少し緩く考えてもらって、まあ10回やって5回勝てればいいかな、みたいなね。うん、まあそのぐらいの気楽な気持ちで言ってると、まあその先にね、数字っていうのがきっと残ってくると思うんで、まあ、その部分で、まあ実践と経験値の部分っていうのを積み重ねてもらって、あ、なんか勝てるなと。あ、これ結構、まあ、こんな感じでいいんだなっていうことをね、まあ、体感してもらえたらいいのかなというふうに思います。何よりね、この FX っていうものは継続するってことがとても大事であって、まあ、その継続するっていう中においては負けてはいけないんですよね。まあ、資金管理を怠るとあっという間に破産してしまうのが、まあ、投資の類であって、まあ、そういったことをしっかりと守ると。まあ、自分をまあ、律せるような金額、まあ、しっかりとした資金管理を持って、まあ、何連敗にも立ち向かえるような、まあ、ポジションサイズでやると。うん。まあ、そういったことをやり続けていくと、長く生き残っていけることにつながるので、まあ、その部分をね、しっかりと覚えてもらえたらいいかなというふうに思います。はい。ちょっとね、まとまらない話になってしまいました。たかもしれませんけども、まあ、今回の話は、まあ、連敗してきた時にね、まあ、どうしても陥るこう心理状態というか、まあ、今自分がやってるのが正しいのか正しくないのかという、まあ、それをまあ肯定できるような、まあ、そんなお話になったのかなというふうには思います。はい。まあ、参考になったかはちょっとわからないですけども、まあ、とても大事な考え方だと思うので、まあ聞きにくいことがあるかもしれませんけども、まあ、何度かね、繰り返し見てもらって、まあ、大事な考え方っていうのを、まあ、自分の中に作り上げてもらえたらいいかなというふうに思います。はい。今回の話は以上です。参考になった方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタンを押していただけると励みになります。それではまた更新します。ありがとうございました。